昭和映画を語ろうおすすめの4部作「学校」でございます今回の「学校」という作品は4作目まであるんですけどもそれぞれ一つ一つは別の世界を描いてるんですよね出てくるキャストは似てます似てますけど全然違うストーリーだと思って見た方がいいと思いますし見ることになると思いますその第1話なんですけども西田敏行さんが先生をしていて田中邦衛さんほか何名かのね 今でいう大御所の方が生徒さんをされている「学校という物語」これ夜間中学の物語ですでこの作品が夜間中学というものを世の中にすごく知らせることになったというねそういったきっかけの作品でもあるんですよで何かの理由で通常の中学では学べないそんなね、えー、中学生もしくは社会に出たんだけども自分は読み書きができないからもう一回中学で学びたいで場合によっては外国の方ね 韓国とか北朝鮮の方が日本に来てそのまま残留してしまった母国語はできるんだけども日本の言葉に馴染めない方が石から学べるとこないかなっていうふうにしてきていろんな人が事情を抱えて集まってくる夜間中学その年代も経験ももしかしたら先生たる西田敏行さんよりももっともっと上の年齢上の経験をしている人に対しても生徒として接しなければならない難しさと だからこそ感じるあのきっとですね私たちが日本人がね思い出とか青春とか振り返る時に思い出すのって学校ってものなんじゃないかなと思うんですよね。まあ必ずしも中学生高校生の頃の若い頃のね出来事を懐かしむわけではないんですけども日本人の物語ってどこにあったのかなっていうふうに振り返ると必ず出てくるのが学校なんじゃないかなと思うんですよ。 で、この西田敏之さんの夜間中学っていうのは、ね、私たちが通っていた学校とはちょっと違いますけどもでもきっとですねあなるほどねと自分がこの学校にいてもきっとみんなと仲良くやっていこうと思えたはずだよねこんな先生がいたらそんな風に感じれる作品に仕上がってるんじゃないかなと思います山田洋次監督でございます